さ、すっかり暗くなってきましたけどね。寄ってきたらね、ここもね、めちゃくちゃ綺麗。アグイパーキングエリア。めちゃくちゃ綺麗ですね。なんかね、めっちゃおしゃれなフラペチーノ飲みたんで、待ってフラペチーノ飲んでましたけどね。で、ちょっといろいろと情報を漁ってたんですけど、知らなかったですよ。ちょうどね、ここでね、なんかね、これちょっと明るいところで撮りますと、めちゃくちゃね、鮮やかな、ミント、ブルーミントらしいです。めちゃくちゃ、山田さんの好きな感じの色合い、このね、同名かなる、ミントブルーの色なんで、うちのチャンネル実はミントブルーがね、イメージカラーなんでね、実は、足ほどになんて買ってきたんですけど、なんかね、これね、辻口さんってなってたんで、あ、また辻口さんこんなとこにおるわ、と思っとったらね、どこでもやってるな、大体な、隣に賛否両論さんも置いてあったんでね、あ、まあ大体、コンビでいるよな、っていう、よく見かけるあそこだったんですけど、なんかね、行ってね、これ買ってたらね、なんか、100円物件か。片岡温泉の割引券と、あと、こっちもそうですね、100円物件。ビソンのやつもらえたんで、あれと思ってね、そうそう。あれと思ったら、やっぱし、ここ思いきし、アクアイグニスさんが経営してるらしいですね。まあ、なんで、全部ガサッとリニューアルして、アクアイグニスさんが入ってやってるらしいんで、なんで、その、なんて言ったらいいの？清潔感のクオリティが、アクアイグニスのイメージで行ってもらったらちょうど分かってもらえるかなと思います。建物自体も綺麗なんで、下手すりゃこっちの方が綺麗なまであるレベルですごい良かったですね。ということでね、この後なんですけどね、今ね、チェックしてたらね、もうすぐ終点なんですよ。終点なんですけどね、なんか終点のところに降りるとね、ちょうどね、10時までやってるね、温泉があるらしいんですね。いやー、温泉いいね。うん。まあ言うてね、運転してますからね。ちょっと疲れてますからね。そっか、温泉があるのか。温泉があるのか。いや、ね、そんな温泉に惑わされてあれですよ。こっから南、ね、北道道もね、行けるならね、行きたいところですからね。ただね、その完全走破の旅としてはね、成立はするんですよ。知多半島道路は終了するんで。いや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 。そうだね。そのね、温泉にね、負けるような山さんではないですよ。まあ、温泉用のグッズは積んであるんですけど、うん。まあ、負けない負けない、大丈夫。そうなんですよ。ただでさえね、見ての通りね、もうね、すっかり日も暮れてきてるわけです。今、5時50分。6時前ですからね。そんなね、のんきにね、温泉入ってたりしたらね、あと大変になるじゃないですか。あとの工程のことを考えてね、もちろんね、温泉なんてね、入ってる場合じゃないんですよ。入ってる場合じゃないもんな。さあ、合流して。さあ、行きますよ。ちなみにジャンクションとインターが一緒になってるらしい。結構複雑みたいですね、そこは。いやー、なんか間違えてしまいそうで怖いですね。いや、直進してればいいはずなんですけどね。いいはずなんだ。ね。あー。本当にインターから進むらしいですからね。こういう感じですね。一回分かれて、そこからさらに、日浦トンネルもね、まあ行ってみたい感じがあるよな。あるな。ちょうどここから出るといいらしいな。ああ、温泉が入って、温泉入ってから、木に浦村殿に行ったら、まあまあ、十分なこれだからなりそうな気もするな。ああ、参ったな。どうしたものかな。いやいやいや、そんなね。そんな、まさかね。そんな。九国際空港はね、コンテナ乗るって言ったもん、まあ、一応左車線にはいますよ。いやいや、追い越しするつもりじゃないから、そういうことでしょ。うん、まさかそんな、出ようなんてね、持ってるわけないはずですからね。
どう言ったらいいかな、高校名信用し、ここからやけど、なんか赤い字が出てるんだ、そこは。南北道はここから対面通行なのか。ああ、そういや、そんな標識出ていたよな。対面通行だったら、なんなら下から降りた方が早いかもしれないしな。どう言ったらいいんだろう。いや、まっすぐ行ってるよな、まっすぐ行ってるな。一応ね、左には寄ってますけどね。まっすぐ行ってるよな。いやー、南北田、まあ、まっすぐですよ。大丈夫でしょう。ね、はい。おや、なんか横に向かってる感じじゃないですか。きっとこっちになってますよね。あれ。いや、念のため左に寄っとこうか。右に寄っとこうかね。はい。あ、これ、中部国際空港。それは中部国際空港じゃないはずだな。よいしょ。おや。まあ一応終点まで行きましたもんね。あれ、なんかこれは出口に向かってしまっているような。料金所、あれ、おかしいかな。でもここまで来たらね、もう引き返すわけにいかないもんな。まあ ETC どうするか。一応ちょっと ETC どうしようか。ね。ETC として、370円ね、はい。なんか基地とか出てますよね。どうなってるかな。そこ？これ何や？めっちゃ上に行く。出たね、マルハゴンギツネの湯。あれ？すげえ、普通の住宅街みたいな感じっていうか、寿司ダイニングとかもあるけど、一方通行で出口は奥側です。入るしかないね。あ、うん、住んでるわ。え、これは人気ところっぽいな。あら、ちょうど開いたかな。ちょうど開いちゃったね。ちょうど入れるね。あ、ちなみに、ゴンギツネの湯っていうのは、この辺り狐が出るってわけではなく、ゴンギツネっていう童話を書いた、新見南吉さんでしたっけの、出身地なんですよね。が、半田なんで、っていうことだと思います。あ、止まっちゃったね。とりあえずね、まあ、当然カメラは持ってきないからね、あの、鳥高にならないところにね、そんな長居するはずないですけど、一応ね、入れるかどうかね、チェックしとかないといけませんからね。一応チェックをしときましょうか。どうせ暗いからもうわからんだろう、何時間かおっても。よし。